ようやく昼休みがやってきたというところで、皆さんこんにちは、ユリアと申します。それでは放課後は銀の調べやっていきます。ちなみに今10月10日水曜日お昼休みです。昨夜はトーマに任せたけど、京子さんはちゃんと私からユウトに謝らないと。そうだね、謝ったところで許してもらえないかもしれないけど、それでも。あのさ、ユウト。ちっ、ユウトくん。ユウトは私の顔を見て舌打ちすると、教室から足早に出て行ってしまった。待って、ユウトくん。待ってよ。あれ、いない。俺は独り言だから女の子口調でいいのかな。追いかけて廊下に出たけど、そこにはすでにユウトの姿はなかった。どこに行っちゃったんだろう。謝るのが遅れれば遅れるほど、きっとこの気まずさは大きくなる。そうだね。そして部やクラスの周りの人たちにも嫌な思いをさせちゃうに違いない。何としても謝らなきゃ。そう思って私はユウトを探すことにした。ここにはいないか。ここにも。ひょっとしてここなら。いないか。ここにも。他にユウトが行きそうなところって、部室か道場ぐらいかな。とにかく部室に行ってみようか。ユウト、いる？部室の中はシーンと静まり返っていて、人の気配は全くしない。道場の方にも行ってみよう。おい、ユウト。ここにもいない。一体どこ行っちゃったんだろう。もしかしてトイレかな。もう他に心当たりなんてないし、どうしよう。はあ、大きなため息が無意識にこぼれてしまう。あれ、何？背中の方で物音がした。もしかしてユウトくんかな。もしかしてユウト？私は勢いよく振り向いて。ユウ。あ、のう、田辺だよ。トーマくん。そこに立っていたのはトーマだった。なんだ、トーマか。おいおい、なんだはねえだろ。ごめん。あ、ごめん、そういうつもりじゃないんだけどさ。まあ言って。で、お前はこんなところで何してんだよ。ユウト君を探してるの。トーマこそ。あ、俺か。まあ飯の後に軽い運動でもってな。ここで？そっか、トーマはいつでも元気でいいね。お、なんだよ、俺が元気じゃ悪いのかよ。いや、そりゃ悪くないけど。はあ、おいおい、人の顔見てため息つくなって。さ、気悪いな。ごめん。あ、ごめん、そういうわけじゃないんだけどさ、つい。トーマはポリポリと頬を指で描いた。昨日のことまだ気にしてんのかよ。うん、うん、まあね、俺ユウトに悪いことしちゃったから。うん、それなんだけどよ、カナメはよ、本当にわざと負けたの。え、別に手を抜こうなんて思ったわけじゃないんだ。だけど今回も勝っていいのかな。ユウトに勝たせてあげた方がいいんじゃないかって。そんな風に少し迷う部分があったのも確かなんだ。
だから、ユートの体勢を崩した直後、一瞬だけ打ち込みをためらったのかもしれない。それが俺の隙になって。ユートはその隙に反応して銅を打ったわけだけど、その前の自分の隙に私が攻撃しなかったことを見抜いて手を抜かれたんだって感じ取って。うん、そっか。トーマは私が話すことを静かに聞いてくれている。まあ難しい問題だよな。うん、でもやっぱり俺が悪かったんだ。あれだけ頑張ってるんだから、なんて相手をこと見下してるようなものなのに。それがどれだけユートの必死な気持ちを踏みにじるか考えもしないでさ。まあそんなに自分を責めんなって。うん、でも顔を合わせたくないほど怒ってるユートにどう謝ればいいんだろう。これは俺の考えなんだけどな。何？今回の件はお前だけが悪いってだけの問題じゃない気もすんだよな。え？どういうこと？そりゃあいつはもともと負けず嫌いだけどな。お前に対してはさ、行き過ぎた対抗心を持ってんのも確かだよな。うん、それは私もよく思う。ユートがあそこまで私に噛みついてくる理由は今もよくわからない。ちょっと前まであの最初の試合で勝っちゃったからかなって思ったんだけど、考えてみればユートはその前から私に対してはああいう態度をとってたわけだし。そうだね。それを証拠に言おう。多分俺がお前と同じことやってもユートはあそこまでは怒らねえと思うんだ。そうなの？部内の練習試合ならあるだろ。ほら、ここに打ち込めみたいな空気。うん、そうなの？よくわからないけど。まあそんなんもあるんだよ。だけどお前に対してだけはそういうのが許せなかったんだよな。そっか。どうしてかな。なんでトーマに負けてもそこまで悔しがらないのに、どうして俺が相手だとダメなんだろう。そうだな。俺らの場合はあれだ。あれって何？つるんでバカやってるうちにいつの間にか真剣な勝負って部分はなあなあになっちまったところもあるのかもしんねえな。そういうもんなの？それはずっと一緒にいて信頼してる友達だからできることで、多分言葉や態度で示す以上のことが伝わるからで、つい最近知り合っただけの私なんかが同じことをやってもやっぱりダメってことなんだろうか。それにあいつってあのガタイだろ。うん。ガタイ？ガタイって体格？急な話題の方向転換に方向転換の意味が分からず、私は思わず目をしばたかせた。なあ、剣道には重量性なんてねえからな。実力が近い同士だとやっぱ腕力とかリーチで有利不利ってのが多少出てくるんだよな。そうなの？それに俺とやる場合もそうだけどよ、あいつって体格や力の差で負けることが多いだろ。なんとなく想像できるかも。うん、ユートの戦法って力押しのタイプだから余計だよね。でもそれは小柄なユートの体格に似合わない戦い方だ。より力を持った相手にはねじ伏せられ、高度な技を持った相手には翻弄されてしまう。この間の3年生との試合の時もそうだった。力任せに押して押しまくったけど続かずに負けちゃったんだ。あれはあいつの負けん気が悪い方向に出ちまったってところなんだろうな。つまり戦法を変えること自体
負けだと思ってる、負けだと思ってるってこと？そんなところだな。そうだったんだ。体がちっちゃい、力がねえって言われて悔しかったからこそ、何としても力でねじ伏せて勝たなきゃ考えに凝り固まっちゃうんだよ。そうだったんだ。そうなんだ。でも思うんだけど、ユートのやつ、ここのところ自分でもガタイの差を言い訳にして諦めてたところもあったんじゃないかな。え、そうなの？言い訳って？ガタイに差があるんだから力で押し負けても仕方がねえ、今は勝てなくても仕方ねえ。え、そんなこと、ユートって諦めるとかそういう性格じゃないよね。表向きはそうなんだけどな、自分じゃ気づいてないのかもしれないけど、そういうとこが多少あるような気がするぜ。そうだったんだ。自分は小さいから力がねえんだ。今は小さいけど背さえ伸びればお前らなんかに絶対負けはしねえ。言いそう。もしかしてそれで毎日あんなに牛乳を？まあそういうことだろうな。そんな無茶やって腹下してたら完全に逆効果なんだよ。そうだよね。それはそうだよね。食べたものをろくに消化しないで下しちゃってたら体が大きくなるところの話じゃないわけで。そう言って教えてあげればいいんじゃ。何回かは言ったんだけどな、聞く耳もちゃしねって。そうだったんだ。難儀な性格だね。本当にけどよ、あいつもお前と会ってそういう問題じゃねえってやっと分かったんだろうな。そうなの？え、俺？どういうこと？お前なんてユートより体小せえのに3年度もまとめてのしちまったろ。力押しじゃなくて技でさ。そうだね。まあ力じゃ絶対勝てないからね。いや、あれはその、それにこの間の試合もお前はしっかり勝ってくれたしな。うん、自分よりちっこいお前にできて自分にできねえはずはねえ。体格がどうのなんてのはただの言い訳なんだってな。うん、だからよ、お前に立ち向かってお前に勝つことであいつなりに変わろうとしてるんだろうな。そうだったんだ。これ女だってバレたらどうなっちゃうんだろう。俺女に負けたのかってよりさ、対抗心が強くなっちゃうんじゃないかな。特訓のせいか、見たろ、あいつやっと戦い方を変えようって気になったんだぜ。そうだったんだ。そうだった。まだまだ付け焼き場って感が否めないけど、力押し一辺倒の戦い方からユートは変わろうとしている。カナネ、ありがとう。何？俺言われることなんか何もしてないよ。いや、お前が剣道部に来てくれたおかげでユートのやつやっと一つでっかいハードル越えられたんだぜ。そう？だからありがとうな。いえいえ。トーマ、男の子の友達ってすごいんだな。友達のためにこんな風にいろいろ考えて自分の考えを押し付けすぎないで、でもちゃんと見守ることができる。そしてこうして友達のために人に頭を下げることもできる。これが男の子同士の友情ってやつなのかな。それにしても意外だったのが何？トーマってさ、何も考えてないように見えて意外にいろいろ考えてるんだね。いや、それは失礼。おいおい、意外には余計だろ。ごめん。まあそんなわけだからよ、お前には悪いけどあいつの目標になってやってくれよ。うん。で、
次こそちゃんと正々堂々と勝負してやれよ。あいつに遠慮なんかいらねえんだからな。うん、分かった。まあそれにな、次は多分手を抜く余裕なんてないと思うぜ。大丈夫、もう抜かないよ。でも優斗はもう俺と勝負とかしてくれないかも。そんなわけねえよ。昨日のあれで優斗のやつさらに対抗心燃やしてるんだぜ。そうなの？そうなの？次は絶対実力で任してやるって息巻いてたからよ。そうだったんだ。そっか。今も隠れて特訓とかしてるんじゃねえか？いや、どこで？こんなに探してもいなかったんだけど。よかった、俺が避けられてるってわけじゃないんだ。何？そんなこと思ってたのかよ。あいつがそんな玉かよ。いや、だってまだ優斗くんのことよく知らないからさ。そっか、よかった。本当によかった、安心したよ。安心したら何？あ、お腹すいた？ぐー、お腹が鳴った。なんか様にならないな。そういえばまだお弁当食べてなかったや。あ、今日お弁当なの？なんだよ、腹減ってんのか？飯どうしたんだよ？まだ食べてない。優斗に謝ることばかり考えてて忘れてた。でも時間ももうないし、今日は抜いちゃおっかな。抜くの？バカ野郎、飯抜きでできるほど剣道甘かねえぜ。いや、剣道というか部活始まる前には食べるからさ。だっしょうがねえ。学食付き合ってやるよ。うどんの一杯ぐらいかっこむ時間あるぜ。そうかな。いいよ、それにトーマはもう食べたんじゃないの？学食のうどんの一杯や二杯くらい食後のデザートみたいなもんだぞ。そんなこと言えるのトーマくんくらいだよ。はあ？うどんはデザートにはならないよ。細かいこと言うな。ほら、余計に時間なくなるぞ。そうだよね。引っ張るなよ。トーマは半ば無理やりに私を引っ張っていく。これってトーマなりに私を元気づけてくれるんだろうけど。うわー、ちょっと強引すぎだよ。それに炭水化物の早食いは太るんだってば。いつからいたの？ったく、人のいねえところで何言ってやがんだあいつら。何なんだよこのムカつく気持ちはよ。全然さ、なんていうか、カナメちゃんのこと許してないというか、余計にこじれてない？俺、一体何にムカついてんだろう。何？カナメちゃん自身？それとも何？剣道？友情？どれ？もしかして全部？一体誰にムカついてんだ？誰って、そっか、カナメちゃんもそうだけど、仲良くしてるトーマくん、ちょっと中立の立場のトーマくん、そして自分自身の3個、3つにムカついてんのかな。はい、10月11日木曜日午前まで来ました。じゃあ優斗くんのところに行きたいと思います。場所は校舎裏です。校舎裏にしようかな。決めた。ふう、やっと2限目が終わった。さてと、次の授業は、カバンから次の時間の教科書を取り出そうと体をかがめる。よっと。ちょうど優斗もカバンから何かを取り出そうとしていた。弁当箱？早弁か。トーマほどじゃないけど
ゆうとも、よく食べるよな。だけど、ゆうとは弁当を食べる素振りもなく、弁当箱を持って席を立ち上がる。ん？あれ、どこ行くの、ゆうと。せえな、お前には関係ねえだろ。いちいち詮索してんじゃねえよ。私気になります。ちょっと聞いただけだろ。ん？どうしたどうした。ゆうとくんがお弁当箱持ってどっか行こうとしてるの。お、弁当持ってんじゃん。外で早弁かなら付き合うぜ。いいよ、今日は一人で食いてんだよ。声裏返ってるけど大丈夫だよ。水くせえな。もしかして今日はすっげえ豪華な弁当なのか。ちげえよ。だよ、そんな警戒すんなよ。横取りしたりしねえって。トーマ、そんなキラキラした目で弁当見てたら説得力のかけらもないよ。とにかく今日は俺一人で食うんだ。ついてくんなよな。うん。ユートは念を押して教室を出て行った。なんだあれ。さあさあ、どうしたんだろう。私はともかく、トーマを邪険にするなんて珍しいな。ユートも案外お年頃ってやつか。あのユートくんが。はっ、お年頃って。あれだ、きっと一人で空でも見上げながら物思いにふけったりするんだぜ。ゆうとくんが。レンくんじゃあるまいし、わざわざお弁当を持って黄昏に行くやつなんていないだろう。私はがっくりと肩を落とした。ま、所詮トーマの情緒なんて食い気と切り離せないほど、ん？切り離せない程度のものだよね。さてと、俺もそろそろ早弁すっかね。あ、トーマくんも早弁するの？トーマは重箱一段ほどもある大きなお弁当箱を取り出してガツガツとかっこみ始める。それ早弁？ん、うまっ。あ、そうですか。あれを平らげて昼休みにはまた学食で人の何倍も食べるんだよね。よく入るよ。そのカロリーは一体どこに消えてるんだろう。多分剣道かな。トーマの食べっぷりを呆れ半分で見ていると、何？クーちゃん？突然クーちゃんから誰かが近づいてくるっていう報告の電波が飛んでくる。誰かって誰？そうだった、今日はクーちゃんに校舎裏を見回ってもらってたんだよね。あ、そうなの？こんな時間に誰がそんなところに。怪しい。ここはしっかり確認しておいた方がいいかも。あー疲れた、今のうち少し寝とこ。私はそう言って机に突っ伏す。こうしてれば邪魔されずに精神集中ができるもんね。くーちゃん、目を借りるよ。目をつむり精神集中すると視界がくーちゃんのそれに置き換わっていく。はじめおぼろげだった視界も次第に自分が直接見ているかのように鮮明になっていく。その中に確かに誰かが近づいてくるのが見えてきた。どこかで見たことのある髪型に体格、それもそのはず。あ、ゆうと、なんでこんなところに。校舎裏でしゃがんで何かゴソゴソとやってる。なんだろう、まさかゆうとが何か事件と関係してる。おーい、いるんだろ、出てこい。ああ、にゃーちゃんか。誰かを呼んでる。生徒を呼ぶにしては自然な言い方だよね。そんな、まさか。
ユータに呼ばれて物陰で何かがガサリと動いた。大きさからして人間じゃない。まさか魔の？にゃー、かわいい。おお、よしよし、出てきたな。なんで猫のこと内緒にしてるんだろう。話してもいいと思うんだけどね。かわいい。って、猫？え、ユートが猫？ほーら、今日はな、ニャーの大好きな焼き魚だぞ。焼き魚持ってきたんだ。教室に酔わなかったのかな。ユートは弁当箱を開けるとおかずの焼き魚を取り出して子猫の前に置いてある。かわいいな。よしよし、うまいか。誰も取らないからゆっくり食えよ。かわいいな。そっか、そんなに腹減ってたのか。朝来れなくてごめんな。あ、もしかして朝、お昼、そして放課後と来てるのかな。ユートが子猫に餌あげてる。うわー、すごいデレデレになっちゃって。だいぶ元気になったみたいだな。毛並みも良くなってきたし、いっぱい食べてもっと大きくなれよ。初めて会った頃は弱ってたのかな。かわいい。まだ食べたいか。じゃあこっちも食べろよ。おいしいおいしい、かまぼこだよ。かまぼこ、あや、好きみたい。おいしいかにゃ。なんかこういうとさ、なんか猫の真似をしてるのか、それとも名前言ってるのかわかんなくなるんだけど。いやだって、ユートが猫ゴビオ、ちょっと可愛いかも。うん。今の誰も聞いてねえだろうな。ユートがハッとした様子で辺りを見回す。ごめんなさい、聞いてました。よし、誰もいねえな。誰もいない。こんなところ誰かに見られたら学校なんか来られなくなるところだぜ。そこまで？ごめん、実はしっかりと見てたりして。ユートが猫と戯れているとチャイムが鳴った。10分しかない授業の中休みじゃあっという間なのは当然だけど。そろそろ授業か。足りんけど行かねえとな。かわいいな。いつかニャーちゃん出てきてくれるかな。心配すんな、また来るからな。そん時にはもっとうまいものを持ってきてやるからな。じゃあな。かわいい。この子どこにいつもいるんだろう。裏山かな。すごいものを見てしまった。なんだカナメ、すげえ顔してるぜ。なんか変な夢でも見たか。夢じゃない、現実。顔を上げるとトーマが心配そうに私を見下ろしていた。そんな感じ。よっぽど変な夢だったんだな。結構うなされてたぞ。そうだったの。おっとっと、びっくりすぎてこっちで声出てたみたい。気をつけないと。でも起きたら忘れちゃったよ。夢ってそんなもんだよな。せっかく寝たのに余計疲れちまったりな。そうそう。あるよね、そういうの。本当は悪夢なんかよりもすごいもの見ちゃったんですけど。ほら、
授業始まるぞ。ヨード、とっとと席につけ。先生、ちょっと覇気ないですよ。先生が出席簿を振り回しながら教室に入ってくる。はーい。今日の欠席は泉だけか。あ、まだついてなかったのか。います、います。すいません、トイレ行ってて遅れました。またトイレか。仕方ない。セーフにしてやるからさっさと席につけ。先生優しい。あざーっす。また腹痛かよ、ゆうと。早弁してそれじゃ世話ねえぜ。うっせえな。俺の腹のことなんかほっとけよ。うるさいぞ。やっぱり二人とも遅刻にしとくか。二人とも、トーマくん最初からいたのに。俺じゃなくてこいつが。なんで俺まで遅刻になるんだ。腹下しはユウトだけだぞ。だと。ちょっと静かにしろ。ユウト、またトーマとじゃれあって。あんな普通の顔してるけど、さっきまでにゃーって。あー、ダメダメ、顔が笑っちゃう。なんだよ、俺の顔に何かついてんのかよ。いや、あー、猫の毛かな。ああ、なんでもないにゃー。言っちゃったよ。なんで言っちゃったりして。なんだよそれ、気持ち悪いな。さっきまでゆうとくんも言ってたじゃん。静かにしろって言っただろう。はーい。ゆうとは何か言いたげにこっちを見てるけど、今は授業中だもんね。次の休み時間にどんな顔して話しかけてくるか、ちょっと楽しみだったりして。